衆院選に向けて全国行脚中の立憲民主党の枝野代表は福岡などで街頭演説を行い支持を呼びかけました。コロナ対策ぜひ抜本的に変えましょう。私たちは具体的な提案をし続けてきた、自信を持っています。枝野代表はまた自民党総裁選について、表紙を変えただけでは新型コロナの第6波は防げないと批判したほか、将来の不安を小さくすることが何よりもの景気対策だと訴え、格差是正の経済政策を進める考えを示しました。